ラジオ。読書用語をね、やっぱこう語彙にたくさん入れとくべきだと思うんですよ。どういうことかな。寒牛重刀っていう四字熟語知ってます？知らないっす。これはですね、汗、牛、充実の銃で刀、胸っていう字ですね。一刀二刀の刀、寒牛重刀、漢語なんですけど、うん、読み下すと牛に汗し胸に蜜となりまして、要するに牛は汗かくと、うん、で建物全体に満ちてしまうと。ほう。そのぐらい本がいっぱいあるっていうことなんですよ。蔵書がたくさんある様。なんでそうなった今。なんでどういうこと。牛がいっぱい汗かいて胸が満ちることが、なんで本がいっぱいあることになった今。だから運ぶのに牛がめっちゃ汗かくんですよ。本を運んできたんだ。そう、運ぶのに牛がめっちゃ汗かくし、で胸が満ちますよね、本多すぎると。すごいなんかね、闘牛のイメージを思い浮かべていて、うん、牛が汗かいてる姿を。はいはいはい。で闘牛を見て自分の胸が満ち足りてる感じでイメージしてたのね。うん。急に本がいっぱいある様って言われたんで、はいはい、何を言ってるんだろうってなったね。はいはい。タカさん多分胸の脳内変換間違ってますね。胸上げの胸です。一頭二頭の頭。ああなるほど。うん。木偏に東っていう字のやつか。そうそうそう。はいはい。だからその建物が満ちるって意味ですよ。うん。だから運ぶと牛は汗をかくし、建物を一個埋め尽くすぐらいの蔵書があるということで、蔵書が多い様を表す言葉なんですよ。うんうん。これなんかこう読書にまつわるこういう単語をいっぱい知っとくと、こうちょっと読書家っぽさ出ていいじゃないですか。そうだね。だから僕こういうのは結構見つけたら覚えるようにしてるんですけど、うん、前このラジオでも多分紹介したのは、あの落葉の視化を高めるとかだな。あったね、結構前だね。うん。何か覚えてます？落葉の視化を高める。なんか中国の落葉っていうエリアの話だったことは覚えてる。つまり覚えてないですね。印刷系だったっけ。そう、あとね、その落葉というところでもうむちゃくちゃ本売れたと、うん、なんかとんでもない大ベストセラーが出たせいで、街一個全体の紙の値段が上がったっていう。あー、そんなような話だった。紙使われすぎて、だからこれ大ベストセラーになるっていうことを落葉の視化を高めるっていう風に言うんですよ。うんうん。ハリーポッター賢者の石の売れ行きはまさに落葉の視化を高めるといった趣があるねのっていう風に使う。いいね。まあ、こういうのをいっぱいこうなるべく覚えておくようにしてるんですね、僕は。うん。なんすけど、この寒牛重刀はせっかく覚えたんですけど、うん、これ使えないなと思って。例文としてはどうなるの？寒牛重刀、まあ彼の部屋は本で満ちていて、まさに寒牛重刀といった趣だねみたいな感じじゃないですか。うん。だと思うんで、これ使いたいんですけど、僕、うん、電子書籍しか買わないんですよ。そうね。だからあの全ての本が Kindle 端末 200g ぐらいに収まるんですよ。だから牛どころか、あの幼子ですら汗しないんですね。そうだね。幼子も汗せず、部屋にも一切満ちないんですよ。うん。部屋に満ちないどころか、カバンにすら満ちないんですね。そうだね。だから僕の状態としては、幼子も汗せず、カバンにすら満ちずなんですよ。残念な書籍だな。そうなんですけど、ただ僕 Kindle ライブラリに6000冊ぐらい本あるんですよ。もういっぱいあるね。これ完全に寒牛重刀だと思うんですよ、量的には。うん。だから現代にアジャストしたいっていう話です、今日は。あ、何？ Kindle 用の四字熟語考えるってこと？そう、寒牛重刀に変わる用語考えたいっていう話です。あ、何がふさわしいんだろうね。何がいいかな。なんか
やっぱ物量を言ってる言葉なわけじゃないですか、寒牛重刀は。うん、だからなんかそういう感じがいいんですよね。指導大変は、指導大変どういう字、指、あれ指って指って読むよね。うん、指を動かすのが大変あ、いいですね、指導大変ね、スクロール下までスクロールするのが大変ってことね。そう、リストをさ、書籍のリストをこうやってやるのがもう大変なぐらい本がさ、はい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 、表してる。ああ、いいね。あ、いいけどね、大変がちょっとこうバカっぽいですね。そうだね、いや指導の後ちょっとね、もうちょっと時間が欲しかったね。指導困難とかじゃないですか。ああ、そうね、大変よりはいいね。あとあれだな、なんか比喩したいよね。そう、したいしたい、中国っぽい感じにしたいんで、指を動かすことなんとかのごとしみたいな感じにしたいですよね白髪三千条みたいな。あ、だからそれでいいんじゃないですか、指導三千条とかってこと。三千条、白髪三千条って言葉知らないですか。あ、知らない。あの、なんか誰か詩人の詩で、その白髪はめちゃくちゃ長いと、うん、白髪の長いこと三千条に及ぶっていう、白髪三千条ってフレーズがあって、三千条を現代の距離に換算しますとおよそ9キロですね6000冊じゃ言えなくなるから大丈夫え、どういうことですか9キロは動かさないし指ああ、でもだから白髪絶対9キロないじゃないですか、白髪。あ、そうかそうか、だからいいのか。中国人はそんぐらい盛るんですよ。うん、白髪、白髪めっちゃ長いって言ってるやつの白髪の長さなんてせいぜい1メートルとか2メートルとかでしょ。逆にさ、うん、指導白髪はどういうこと指動かしてると白髪になるんですか。そう、指動かしてるうちに白髪になっちゃったよ指導白髪ね。ああ、いいかもいいかも、案外。じゃあ指導白髪にしましょうか。あ、でもあれだな、なんかね、多分白髪になるとか、白髪を待つとか入った方が中国の故事成語っぽいんですよ。あ、書き下し文にできる形ってこと？そうそうそう、指導白髪だとちょっとあの多分中国語のパーツ足りてないんで。うん、だから動詞がいるってことだよね。指を動かすこと、白髪を待つがごとしですね指導対白髪とかじゃないですか、多分。指導対白髪だと急に音感が悪いな。悪いな。じゃああれか、やっぱあのあれでいいわ、詩のなんて言うんでしたっけ、絶句、五言絶句みたいな感じで、うん、やっぱあの割と省略系で四文字並べる感じで指導白髪でいいような気がしますね。うん、いいんじゃない。でも指導三千条も良くないですか。指導三千条の方がかっこいいかもね。響き、濁音入るとかっこいいですよね、指導三千条。うん、いいかも。か、理のパターンもありますよ、指導百里とか。三千条いいと思う。ああ、そうですね、三千条の方がやっぱパワーあるか。あ、じゃあそれだわ。じゃあ決まりました、今日決まりました。寒牛重刀の電子書籍バージョンは指導三千条です。ホリケンの Kindle は指導三千条だねっていう。そうですね、そうなのよ。いや、 やっぱ結構ね、指導三千条になってきたね最近はねまあ最近でもね、三千条呼び動かさなくても検索って技がいや、でもほらね、網羅的に見たい時ありますからね、その今まで俺何買ったっけな、ね、みたいな、そういう時に三千条になってしまいますから、うん、これ、ね、これいけるぞ。これは流行語大賞をちょっと狙いたいんで、リスナー2021年のうん、2021年流行語大賞指導三千条を選ばれたいんで、ちょっとリスナーの皆さんはぜひどんどん使っていってほしいですねこれリスナーにお願いするだけじゃなくてさ、もうちょっと戦略いるんじゃない、うん、狙うんだったら。いやいや、リスナーの一人が5人に伝えれば
なんかあれでしょ、6回減るうちに全員日本中使うようになるとか、そういうやつあるでしょ。そういうやつあるね。そういうやつあるでしょ。全然いけると思いますよ。ということで、どうしたんですか、大丈夫ですか、なんかガタガタやってますごめんなさい、ストーブがうるさかったんでちょっと動かしちゃいました。はい、あ、 OK です。ということで、指導三千条はとりあえず決まりとしまして、落葉の視化を高めるの電子書籍バージョンについてはリスナーの皆さんへの宿題とします。お、宿題が出た。はい、大学の教科書によく書いてあるやつですこれ。なんとかの定理の証明に関しては諸君らへの宿題としたい、ね、あー書いてある、よく。あね、最近の冷凍食品のラーメンがうまいんだけど。へー、食べてる。冷凍食品のラーメンは僕下手すると人生で一回も買ったことないかもしれません。あ、言われてみれば僕も初めてかも。うん、だってラーメンってカップ麺とかインスタント麺とかその種類いっぱいあるじゃないですか。ある。わざわざ冷食買う必要なくねと思ってるから買ったことないですね多分。まあ、さ、うどんってさ、うん、冷凍麺うまいって知ってた？それはね、タカさんに教わりました。僕か。あのタカハウス前泊まりに行った時にうどんはね、あのパックの常温のやつ買っちゃダメなんだよ、冷凍の方がうまいんだよっていう力説をずっとしてて、この人は冷凍うどんへの情熱がすごいなって思ってました。まあそのね、うん、前提があったんで、うん、最近その冷凍食品のコーナー見てるときに、うん、家系って書かれた冷凍ラーメンみたいな、はいはいはい、あるね。で、なんか家系かみたいな、うん、ちょっと買ってみようかなと思って買ったら、うんうん、これが、ま、なかなかよくできてて。へー。まずね、水を入れない。あー、なるほど。なんか冷凍食品最近そっちにシフトしてきてますよね、結構水いらないですみたいな。あ、確かに。冷凍餃子とかも一昔前はいろいろ水とか油とか必要でしたけど、今何にもいらなくなってるじゃないですか。確かに、水も油もいりませんみたいなの、あるある。蓋も閉めなくていいですっていうの出てるもんね。あるある。だから冷凍食品ラーメンもすごいんですね多分。そこがもう完全にスープが固形化されてて、うん、そのスープを鍋に入れて弱火で温めていくとどんどん溶けて、でスープ完成みたいな。へえ。まあ、だからね、スープの再現性がかなり高いのよ。ああ、水入れないと再現性高いんですか。確かに、だからって言ったけど、まあ、だからかは分かんないね。そうですね、今論理構造を失敗してましたよね。水入れて希釈するだけなら別に何もロスないと思うけどなっていう。ていうか家系ラーメン作ってるけど水入れたりするもんね。うん、するする、店でね。厨房であるある。まあじゃあ論理は破綻してたんだけど、はいはいはい、あの水を入れないことで美味しくなってるのかは分かんないのか、とにかく、うん、結構うまいの。今の面白かったな。なんか論理っぽいこと言って突っ込まれて、まあとにかく結構うまいの。諦める。ちょっと面白いですね。はいはい、結構うまいんですね。そうでね、あの300円ぐらいだったんだけど、うん、まあ、スープもよくはかなりよくて、うん、で麺はまあまあまあうまいみたいな、うん、でチャーシューと海苔はうーんもうちょっと頑張れるかなっていう感じなんだけど、はいはいはい、まあ、総じて言うと、まあ、300円でこれぐらいが食べれるんだったら結構いいなと思ったのね。うん、でそれでさ、通販のラーメンを検索したのよ、うん、で天下一品ってあるじゃん、うん、あそこのラーメン屋が通販をやってたんで、はいはい、お取り寄せをしてみました。はいはいはい、いいですね。でね、そっちがマジですごくて、うん、天下一品の味がする、店と一緒。へー。あ、でもあの僕偶然つい最近インテリリクスラジオの過去回
で天下一品の話してる回聞いたんですよ、うん、そこでタカさんが言ってた情報として、天下一品は全店舗そのチェーン店セントラルキッチン方式というか、そのスープが完全に本部から送られてきて、うん、店主の裁量は入らないので味全部一緒っていうの言ってましたよね前。言ってた。だからその理論で言うと、その普段店に送ってるやつが家に多分送られてきてるんですよね。うん、そういうことだと思う。あ、じゃあ天下一品家で作れんだ。そう、これすごいよ。すごい。あのね、店行かなくていい。気づいてしまいましたね。すげえ、天下一品行く必要ないんだじゃあ。いやさ、そのラジオ界で話したと思うけどさ、うん、天下一品って外れの店舗があるんだよね。はいはいはい、言ってましたね。だから、まあ、下手したら家のが安定性あるよね。そうっすね、だって配信行為でスープ薄めるやつが存在しないですからね。そう、まあ、あとね、それで天下一品のラーメンを食べてみて、うん、改めて感じたことだけど、うん、すっごい油。まあみんな知ってましたけどそれは。なんかさ、うん、インスタントラーメンあるじゃん、うん、札幌一番とかあるね。400ml ぐらいの水を沸かして、そこに麺入れて、うん、でスープの粉をパラパラと入れると。ありますね。天下一品の方は水がまず 150cc でいいのよ。おお、そうなんだ。でそれに対して、札幌一番でいうスープみたいなの大きさの袋が一緒に入ってるの、うん、プラス何だろう、20センチかける10センチぐらいの、うん、厚さが2センチぐらいある袋に油が入ってる。え、あのスープの味のやつとは別で油が入ってるんですか。別で。すげえ。なんか固形の。へえ、めっちゃ面白い。すっごいでっかい分厚いのがあって。はいはいはい。でまずその分厚い固形の冷凍されたやつと水 150cc を入れて弱火で混ぜ合わせるってことするのね。はいはいはい。明らかに水に対してめっちゃ油なのかを見たら分かるのよ。なるほどね。作ってみないと分かんないですねそれで。全然混ぜてても混ざんないぐらいの固形感があって、はいはいはい、いやこんなもの食ってんだなって思いが馳せられる。ちょっとそのサイズ感もう一回教えてください。その油が入ってる袋、20センチかける10センチぐらいあるね。20センチかける10センチ、あ、相当でけえな。のが、はいはい、厚さが2センチぐらい。あー、すげえ。結構すごくない？だからイメージポッキーの箱みたいな、ポッキーの箱の薄いやつみたいなイメージですね多分。ポッキーの箱の薄いやつよりもだいぶ大きいかな。 1.5 倍ぐらいあるんじゃないかな。嘘、ポッキーの箱って多分20センチかける10センチぐらいじゃないですか多分。じゃあポッキーの箱ベースで言うと、うん、もうちょっともう一回り大きいです。ええポッキーの箱より一回り大きいやつに油がパンパンに入ってんすか。うん、マジで。マジで。それ一食ってことですよね。一食。それはすごいわ。作って目の当たりにする衝撃ですね。こんなもの食べてんだな、あのこってりはっていう感じがする、うん、ああすげえ。へえ、なんかあの話よくあるじゃないですか。あのマヨラーだったけど、うん、マヨネーズ自作すると体に悪そうすぎてマヨネーズあんま取らなくなったみたいな。あるね。死ぬほど油と塩使うんで。うん。だからそれに近いですよね、天下一品も多分。そう、すごいよ。すごい衝撃を受けるレベルのサイズの油を入れて、へで水と混ぜて、うん、さらにそこにタレを入れるからね。はい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 。すげえな。まあ、でもそうするとその天下一品で普段店で食べてるすごいドロドロの濃厚スープが出来上がって、うん、うまい。うん。だからなんか今の話すごい構造が複雑で。うん、天下一品大好きな人は天下一品の店舗行かなくてももう家で同じもん食いたいだけ食えるから朗報ですよっていう話かなと思って聞いてたら、
でもこれ作ってしまうと天下一品もう食えなくなるかもしれないっていう危機をはらんだ話でしたね。秘宝も混ざってるが、いやでもね、僕はあまりの再現性の高さに、うん、きっとまた注文しちゃうんだよね。はいはいはい。あ、じゃあ乗り越えてくるんですね、その衝撃を。天下一品を愛する人は、うん、あの油を見ても乗り越えれる気がする。へえ。じゃあ天下一品好きな皆さんはぜひ頼んでみるといいんじゃないでしょうか。まあでもね、乗り越えれなかった人は、うん、健康に良いんでプラスだと思います、うん、それはそれで。ああ、どっち転んでも得じゃないですか。そうなのよ。ああ、じゃあもう全員買った方がいいですね。そう、全員買った方がいい。じゃあ天下一品通販ラーメンは全員買ってください。でね、さらに通販で良かったのが、うん、チャーシューが丸ごと来るのね、ドーンって。ああ、カット前のってことですか。そう、カット前の。はいはいはい。なんで、僕は4食セット、うん、4000円ちょいだったんだけど、うん、高くね。それ買って4食セットで4000円ちょいするんですか。そう、1食だから1杯1000円ぐらいしちゃうんだけど、店で食った方が安いじゃないですか。そうなんよ。あ、じゃあなんか今まで聞いてたテンションがまたちょっと変わりました。複雑だな、2点3点するな。こういうね、あのホリケンの気持ちを上下させるって、ね、そうですね、あのマドカマギカで言ったらものすごいエネルギーが生み出されてます。希望と絶望を行き来する。そう、それだけど、うん、チャーシューの量が半端ないんで、まあ、チャーシュー麺食ってるのと同じ、あるいはそれ以上のチャーシュー量があって、なるほどなるほど、結構良いのと、うん、あとね、残り汁で鍋を作ってみたいの。あー、うまそう。天下一品のラーメンさ、うん、僕店行っても汁飲まないようにしてんのね。はいはいはい、塩分が肩ですからね。そう、昔は飲んでたんだけど、うん、体の調子が悪くなったんで、うん、やめたんだよね。悲しい話だな。で、うん、まあでもね、家だとさ、うん、残ったスープを飲まずにそれを薄めて鍋の元にすると、うんうんうん、で僕がやったのは、まあ、あの水を足して、うん、でそこに味噌と醤油と、あとからし味噌とかなんかニンニクみたいなのが、うん、天下一品の付属品としてついてくるんで、うん、まあ、そこら辺も入れて味整えて、まあ、野菜と肉ぶち込んで鍋にしましたと。なるほど。それがねめちゃうまい。へえ。いやでもなんか想像しただけでうまそうだなって思いましたもん。天一鍋、あのね、もつ鍋の味がするんよ。へえ、そうなんだ。なんかもつ入れてないけど、うん、もつ鍋の味がするっていうのはきっともつ鍋ってやっぱもつの油がスープに染み込んで、そうだね、うまいじゃん、うん、っていうスープなんだね、あれ。もともとそうっすね、なんか油っぽいスープなんで、もつ鍋の魅力がもう出てるんですね、そこに。そう、すでにスープにもつ入れなくてももつ鍋が味わえるっていう、へー、すごい良い鍋だったんで。なるほど。まあ、キャベツとかニラとかちょっともつ鍋っぽい野菜を入れて、うん、食べるのがおすすめです。まあ、もつ鍋食ったらいいんじゃねえかっていう気が一瞬しましたけど。ああ、いや、スープが有効利用できるじゃん。あ、そうですね、あのロスを出さないようにするという意味で非常に合理的な選択ですね。まあ、なのでですね、うん、天下一品好きの人にもおすすめだし、今後一切天下一品食べるのやめたいっていう人もワンチャンやめれるっていう可能性もあって、素晴らしい。二重に張り巡らされた良さがあっておすすめです。はい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 。どっち転んでもいいっていうのね、いいですね。うん、僕あのアンジャッシュ渡部さんのどっち転んでもエロいっていう芸をやってたのがすごい良かったんですけど、知ってます。どういうこと。あのアメトークの女の子大好き芸人っていう企画があって、うん、それであのどっち転んでもエロいシリーズっていうのを渡部さんが喋ってて、もうねパンツスタイルの女性かな、うん、ピチッとした割とこうスーツっぽいパンツスーツみたいな服装してる女性はどっち転んでもエロいって話をしてて、どういうこと。後ろから見た時にそのパンティのラインが出てる場合と出てない場合があると、うん、で出てる場合はもう
直接的にエロいと、うん、で出てない場合もてことはあの人ティーバッグを履いてるんだなってなるから、これどっち転んでもエロいんですよっていう話をしてるそれがねすごい良かったんですよ。なんかいろんな他の人のこれとかどうって言ったら、あそれはねこうなったらこうってことだし、こうなったらこうってことで、どっち転んでもエロいんですよっていうのね全部のものに対してやっててお前それで R1 それで R1 出るんかって言われてました天下一品通販も同じことができます。そうですね、なんかどっち転んでもいいんですよ。お便りいきましょうか。おい、ラジオネーム扇風機さんです。うん、ホリケンさん、タカさん、ありがとうございます。ホリケンさん、タカさん、明けましておめでとうございます。去年は会答、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。去年は回答ありがとうございましたって言ってるんですけど、これは何のことかと言いますとですね、うん、あの昨年2020年の5月にこの扇風機さんお便りをくれておりまして、はい、最近恋人との倦怠期で悩んでいますっていうお便りだったんですよ。うんうん、恋愛には必ずロマンス期、権力争い期、デッドゾーン期、かっこ倦怠期というのがありますと。あ、あったあった。でこのデッドゾーン期、倦怠期を乗り越えられるとロマンス期以上に、つまり最初より幸せな関係を築けるそうなんだけど、ほとんどの人はそれが乗り越えられないからデッドゾーンですと。で私はデッドゾーンを超えた経験がないんですけど、どうしたらいいでしょうかみたいなやつでしたね。ああそうだね。なんてアドバイスしたのか何にも覚えてないですね。まあ予想だと、うん、愛するということを伝えたんじゃないですか。なんか僕バカの一つ覚えみたいになってます。2020年5月と1年ぐらい同じこと言ってるみたいな話になっちゃう。でもね、1年ぐらい多分同じこと言ってるんで、そんな気がします。そうだね、だからまあそんなね、決意があればデッドゾーン期乗り越えるのは容易なんじゃないでしょうかみたいなことは言ってそうですね。ちょっと分かんないですけど、うん、多分ね。ということを踏まえてこの扇風機さんのお便り、年が明けてね新しいお便りが来たんですけど、うん、あれから恋人とは結局別れてしまいました。あ、そうなんだ。しかし愛することについて考えるきっかけになりました。なんかやっぱりそうやって回答してそうですね。多分ね、あれだね。最近なんとなくよく耳にすることは、愛することは許すことだということです。自分を許すことができたら初めて人を許せるのだろうみたいな話をよく聞きますと、うん、まあ、だからつまり自分を愛せたら相手も愛せるということになりそうで、なりそうですと、うん、タカさんはラジオを聞いていてコンプレックスもなさそうで寛容な方だと感じておりました、うん、旅を通して寛容になったとブログなどにも書かれていたので経緯がとても気になりました。もともとは短期だったりされましたか？今後の恋愛と人間関係の参考にしたいので、寛容になった経緯を教えてください。タカさんのような素晴らしい人間性に憧れています。かっこ笑い。あ、かっこ笑だった。あ、ホリケンさんも好きです。かっこ笑い。取ってつけたようなフォローがありました。よろしくお願いしますということです。取ってつけたようなフォローだからかっこ笑がついてましたね。そうですね。まあ、ということで、なんかいいな、タカさん好感度高くて。うん、一人にホリケンのおかげな気がします。ちょっとそう、僕このラジオの構造上の欠陥を発見したんですけど。何？なるべくこう僕面白くしようと思って、こう面白めのことを一生懸命言ってるんですよ、うん、頑張って、うん、でタカさんはそれのフォローをしてるじゃないですか、いつも。そうだね。その結果なんか僕がすげえ嫌なやつでタカさんがすげえいいやつに見えるっていう。構造上の欠陥は、うん、僕側の目線でもあって、はいはいはい、ホリケンがやっぱこうインテリな知識を披露するじゃないですか。あ、しますね。でタカさんこれ知ってますとかもよく聞くじゃん、はいはいはい、
大体知らないじゃん。そうですね。え、構造上僕がバカに見えるっていう。じゃあもうしょうがないです。痛み分けですねこれはね。あんた いつもやられてるけど大丈夫って言われたっていう。じゃあもう痛み分けの構造ということで、これはもうしょうがないということにしましょう。そう、ラジオの構造上ね、しょうがないですよ。はい。じゃあもうしょうがないんで、まあ、今回はその好感度の高さに憧れているという扇風機さんから寛容になったきっかけというか、もともとは短期だったりされましたかっていう話ですね。短期だったってことはないけど、うん、明確にこう気が長くなったり寛容になった気はするね。世界一周してからですか？特に旅の影響は大きかったかな。なんかそれどういうエピソードでそうなったんですか？いや、自転車で世界一周してたんだけど、うん、やっぱ特に発展途上国を旅してる時に、うんうん、理不尽なことっていっぱいあるのよ、うん、なんか自分だけ賄賂請求されたりとか、はいはいはい、なんか自分だけ高い値段払わされてたことに気づくとか、はいはいはい、なんか自分だけ入国検査ですごいチェックを受けて なんか4時間ぐらい閉じ込められるとか。それ理不尽だわ。やだわ。なんか乗った電車が15時間遅延するとかさ、うんうん、なんかこう自分のコントロール下になく理不尽なことっていうのを経験してくると、うん、まあしょうがないよねって思えることは増えるよね。なるほど。でさらにこの日本っていう社会がそういった国々と比べると社会システムが成熟しすぎてて、うん、なんか許せないようなことが社会システム上はほぼ起きないんだよね。まあそうそう4時間閉じ込められることないですからね。そう、なんか電車10分遅延したら謝ってるじゃん放送で。謝ってる、ブチ切れてる親父とかいますしね。そうだって どこだったかな、アフリカかな、うん、なんか1日1本、うん、バスが朝7時か8時にしか出ないよ。はいはいはい。でバスよし長距離移動だ動くぞって言って、うん、行ったらさ、うん、なんかたくさん人集まってて、うん、7時過ぎてもバス来ないくて、はいはいはい、で来ないな来ないなって待ってたらなんか7時半ぐらいにもうみんな帰り出したのよ。諦めた。ちょっと待ってちょっと待ってってこうなんか英語喋る人探して、なんでみんな帰り出したんですかって言ったら、うん、なんか今日来ないっぽいよみたいな。いやいいっすね、おおらかですねみんな。え、今日来ないってもう一日を一日今日 どうしようみたいな、うん、また明日来るのか。はい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 、気長くなりそうっていうさ世界の感覚を持ってるので、うん、なんか10分遅れようと1時間遅れようとまあいっかみたいなこともあるし、うんうん、さっき言った自分だけ入国検査で4時間閉じ込められるとかもなんでっていう話だけどさ、うん、まあ、そういった目に合ってると、まあ、自分だけちょっと虐げられてもさ、うん、まあ、そういうこともあるよねみたいな。だからやっぱあれですよね、コントロールできない神の怒りみたいなのに触れ続けるとおおらかになるもんですね人間は多分。そうだと思うね。であれと一緒でしょ、あの水の東西っていう名論説文があるんですけど、うん、うんうん、あの高校の教科書とかに載ってるやつなんですけど知ってます？なんかハードルを下げてきて知らないって言いづらいかもしれないです。いやいや違う、別にそれは使ってる教科書違うかもしれないんでね。ああそう、僕のが使ってた教科書は出てなくてさ。それは残念。そう、あの水の東西っていう文章があるんですけど、うん、これなんかであの指摘されてるのは西洋人は噴水とかを作ると、うんうん、でも日本人は獅子おどしとかを作ると。はいはいはい。これってそのいわゆる自然をアンダーコントロールに置こうとする西洋的発想と、うん、自然をコントロールするのは無理だなっていう日本的発想の綺麗な対比ができていると、
そうだね、水を使った芸術を見るとそれが全部わかるんだと、噴水は下から上に、うん、自然の摂理とは逆の方向に動かそうとしていると、うん、獅子落としはもう諦めてますよね、あるがままですよね、うん、上から下に水が流れていくし、なんだったら噴水とかはもうゼロから人間が眼前に作るもんだけど、獅子落としとかは水がポタポタ垂れてるところに設置されることが多いと、うん、おその通りだな。だからやっぱ日本のねこの狭い島国で四季がはっきりしていて台風とかもよく来ると、自然霊獣的な民族である我々日本人はもうそうなわけですよね、コントロールしようとしないわけですよね、うん、西洋的発想だとやっぱコントロールしちゃうよねと、がっちりさせるよねと、うん、いうことで、まあ、ある種原点回帰なのかもしれないですね、その自分でコントロールできないものにいっぱい触れるっていうのは。そうだね、おそらくそれが期待っていう言葉につながると思うんだけど、うん、だから自然だと割とね受け入れるしかないよねっていうのは分かりやすいと思うけどさ、うん、その自分だけなんか待遇が違うとか、うん、そういう理不尽感があるんだけど、うん、まあでもそういうのも自分だけ理不尽な目に合わないのが当然だよねっていう期待が入っていて、うん、でもなんかそういうのもなくなってくと、まあ自分だけ理不尽な目に合わせてくる人もいるよねみたいなことになったりとか、はい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 、全体的なこう期待感が減ると寛容になる気がする。そうだね、そういう意味だともしかしたら公立の小学校とかでクソみたいに理不尽な出来事に遭遇するのって大事なステップかもしれないですね。まあでも小学生だときつくない？いや僕はあれでしたよ、小中学校公立の時に理不尽な出来事いっぱい起こるなと思ってなんか世の大人ってちゃんとしてないんだなっていうのをそこで学習して諦めをいろいろ身につけた気がします。ホリケンは寛容だもんね。そうですね、怒ってることあんまないですからね。うん、まずその諦める心っていうのが育っていくと寛容になるっていうことだね。そうだね、そう完全にそうだわ。だからなんか切れてるやつって基本みんな人間に期待してるじゃないですか。そうだね、こうしてくれるに違いないみたいな。だからさ、恋愛の話だとさ、うん、恋人とはあの記念日は必ず一緒に過ごすものだとか、はい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 、あるある。なんかいろんなこう社会的な通念というか、うん、恋人に期待するものっていうものがあって、うん、それを破るとあの人ありえないみたいな、そうですね、ことになるけど、そういうのを、ね、全部作られた幻想なんで、そう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 、そのあたりがなくなると、まあそういうの大事にしない人もいるよねとか、うん、まあ話し合ってね、別にそれが嫌だったら話し合い、怒るっていうより話し合いをして、やっぱこういうの大事にしたいんだけどどうしようかねっていう話し合いになるんで、そうですね、怒るってことはなくなるもんね。そうですね、通念を前提としてなんでやってくれないのって言うとね、悲劇が訪れますからね。うん、そういった通念とか縛りがなくなったっていうのと、まあ、もう一つは自分にとって大事なことが、まあ、年を重ねて随分と明確になったんで、うん、まあ、大事なこと以外は全部、まあ、許すというかどうでもいいかなっていう。そうですね、ちなみにあの社会通念で人を怒ってしまう人におすすめなのが歴史の勉強ですね、やっぱりね。あ、そうだね、あ、この社会通念全然歴史浅っていう、あ、しょうもな、ここで作られたやつだって気づくとそれを遵守するのがバカバカしくなってくるんで、まあ、あのローマ、まあ、ここ100年200年で作られたもの、うん、めちゃくちゃ多いもんね。多い、ローマ建国なんてあれですよ、男だけで建国したんで、女性がいないからやばいっつってサビニから女性を略奪してきて国作ってますからね。そう、今だったら許されないけどそれが普通だったんだもんね。そう、そういう世界観だったわけ、サビニの女たちの略奪が起こってた世界観なわけですから、それ全然ね、うん、現代の通念とかね、あ、もう全然大したもんじゃねえなっていう、昔は略奪しててもよかったんだなっ
なるといいと思います。なので結論的には歴史の勉強をしろ、そうそうそう、理不尽な目に遭えみたいな話かな、みたいな話ですね。いやもうやっぱね、そう理不尽な目に遭えって言ってこう望んで会いに行くの難しいですけど、うん、こう歴史の勉強とかはね即座にできるんで、やっぱね勉強は全てを解決しますよ。確かに知は力なりはね本当に真理です。じゃあ歴史の勉強をしろですね。そうですね、はい、言うと思います。扇風機さんありがとうございました。ありがとうございました。続きましてラジオネーム自由人さん、ホリケンさん、タカさん、こんにちは。私は自由を謳歌しているアラサーニートです。うん。起床と同時に YouTube でジャズを聴きながらコーヒーを飲み、昼は公園で日向ぼっこしながら読書、夕方はボードゲームをして過ごしています。いい人生。すごい理想の暮らしじゃないですか、これ。うん。このダラダラとした平穏な生活が大好きです。しかし、うん、もうすぐ貯金が底をつくため働かないといけません。せめて定時で仕事が終わり業務が楽な仕事に就きたいのですが、私のようなニートにおすすめの仕事を教えてくださいということですね。ありがとうございます。お便りありがとうございます。自由人さんね、おー、これ理想の暮らしですよね。生活保護もらったらいいんじゃないですか。お、熱い議論だ。生活保護ね、僕結構気楽にそれ言ってたんですよ、いろんな人に。うん。いや生活保護もらったらいいんじゃないみたいな。怒られるんですよ、うん、高い確率で。なんて怒られるの。いやそんな人間じゃないですよ私はみたいな。ちゃんと働けますよ、うん、みたいな。保護されるべき人間ではないと。そう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 。だからね、なんか生活保護って進めちゃいけないんだなっていう学びは得ましたね。この自由人さんも働く定時に終わる仕事がしたいって言ってるもんね。そう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 。そうだし、やっぱねあれなんで、国民の三大義務なんで労働は。確かに。なんでね、あの労働できる人はね、やっぱ労働した方がいいんですよ。もう辛いなと、労働をしていると。健康に多大な影響があるぞみたいな人はね、もうジャブジャブ生活保護を受けたらいいと思うんですけど。なんかこの自由人さんは文面からかなり余裕を感じられるので、別に、ね、働こうと思ったら働けると思うんですよね、うん、のでやっぱお仕事をする方向がいい気がしますね。じゃあホリケンなんかある？スキルセットがないと何とも言えないですね。そうなんだよね。この定時に終わる楽な仕事ってみんな望んでるから競争率激高で、うん、でスキルがないとできる仕事がわからない、ね、そうですね、その中で。そう。でもなんかこの人のこの感じだと多分結構長い期間これやってたわけじゃないですか、自由謳歌期間、うん、でこれやって楽しいって言ってられるの特殊能力なんですよ。そう、メンタルいる必要だからね、これ。そう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 、これね、まず 98% の人にはこれできなくて、うん、なんか何もやってないと不安だみたいな、将来大丈夫なのか俺はこんなことしててって普通なるんですよ。そうなんだよね、貯金が結構あってもなるんだよね。なる。だからで、あとあの耐えられないしね、その退屈に、うん、この自由を謳歌する生活めっちゃ退屈じゃんって、もっと刺激がないとってなって、結局ね戦場のような仕事をし始めるっていうのがお決まりのパターンなんで、うん、この自由人さんはね、まあ、スキルセットがちょっと今わからないので何とも言えないんですけど、このスキルだけはとりあえずあることが確定してるじゃないですか。そうだね。だからこのスキルを必要とされるお仕事に就くっていう選択肢は一つあるかなと思いまして。というと、神保町の古本屋でいればいいだけの店番です。あー、そういうのいいかも。これめちゃくちゃいいですよ。神保町の古本屋で、あの時給1000円とか最低賃金ぐらいで、あの何にも仕事ないですからね、あれ。座って本読んでればいいっていう。確かにそれをただ飽きない、退屈しないっていう人材が必要だもんね。そう、あれはね飽きるんですよ、本がめっちゃ好きじゃないと。
だから、神保町歩いてると、あの古本屋にね、10点に1点ぐらいの割合でバイト募集って書いてありますけどあれはそういうことで、それはそれで貴重な人材なんですよ。確かに。そう、だからとかを狙うのはありかもしれませんが、だからこの方は定時に終わる、せめて定時で仕事が終わって楽な仕事がいいなって言ってるんですけど、これのニーズって要するにそのあんまり頑張りたくないってことじゃないですか。そうだね。だからその観点で選ぶと、なんかそのまともな、それなりに忙しいけど定時で仕事終わるみたいなやつより、そのクッソみたいな古本屋の店番とかの方がニーズにマッチしてる可能性はありますね。僕もね、似たようなことを考えていて、はいはいはい、田舎に、うん、よくあるのが宿直のバイトがあって、はいはいはい、そのなんだろう、なんか行政が運営してるようしてたりとか、うん、まあ、行政が民間に委託してるような施設で、うん、何かあった時のために誰かがいた方がいいよねって言って、はいはいはい、最低賃金でなんかずっととにかくいてくれればいいっていうバイトがあるのよ。めちゃくちゃいい仕事だ、最高じゃないですかそういったバイトだと夜勤とか言って、うん、まあ夜入って朝まで寝てていいみたいな、うん、最高ですね。なんかあった時になんか連絡がついたりとか対応できればいいっていうお仕事があって、はいはいはい、そういうの向いてそう。向いてる、絶対向いてるでしょこの人だって、ね、ただ、うん、多くの人がやりたがらないんだよね。うん、まあつまんなそうっていう賃金も安いし、うん、一晩なんかそこに拘束されるの嫌だみたいな。はい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 、いやもう適材適所ですね。この自由人さんみたいなタイプの人に絶対それはおすすめですね。そう、良いよね。でそれどうやって探せばいいんですか、その地方の宿直は。探し方は分かんない、僕は探したことなくて、ああ友人でやってる人がいるから、はいはいはい、何その仕事めちゃ楽じゃんみたいななるほど。じゃあこの自由人さんがそれで行こうってなったら、タカさんに DM をすればいいわけですね。そうっすね、愛知県来てもらってもいいなら、もう僕の友人が働いてる施設を紹介します。ああじゃあよかったら自由人さん検討してみてください。はい、10回クイズってあるじゃないですか何それ。え10回クイズ10回クイズすんの。ええちょっと、え今ちょっと衝撃がこらえきれないんですけど、10回クイズやったことないんですか。やばい、これリスナーの方に10回クイズ知らないこいつと思われるやついやあのね、これは逆にすごいっす、なんか逆にすごいっす。これはあのなんだろうな、チャタレー夫人の恋人とかを知らないのは普通に、なんかこいつ知識ねえなみたいな、インテリ度低いなって思われるんですけど、でもそのそれも該当したんだけどそう、それは普通にちょっとこいつインテリじゃねえなって思われてますけど、まあ、それはそれとして、うん、この10回クイズ知らないは逆にポイント高いです。なんかあ、人とは違 う, う, いう人とは違う生き方をしてきたんだみたいな。え、どういうこと、何これ、そんな有名なの。10回クイズは超有名な遊びで、軽泥とかと同じぐらいの知名度だと思います。え、マジで。マジで軽泥はもう超有名な遊びとして認識してるよ。うん、同じ知名度ですよ。ちょうど同じ知名度ですよ。10回クイズ。え、つまり、幼少期にやる遊びってこと？そう。え、知らない。何それ。でも、多分さすがに今喋ってて思ったのは、10回クイズを一切触れてこなかったんじゃなくて、10回クイズという名称とそれが結びついてないだけかもしれないので。ああ、じゃあ説明を。問題出しますね。一番代表的な問題。うん。ピザって10回言って。ピザ、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 ピザ。ここは？ピザ。あ、間違ったわ。ここはだ。やべ。聞くの間違えたわ。めっちゃグダグダになってしまった。ちょっと出題ミスです。膝以外のところを指さして、膝って言うんですよね。いや本当は肘を指さして、
ここはっつって、あの引っかか膝って言って、あ引っかかったって言いたかったんですけど、膝を指さしてしまいました。あ、これ10回クイズって言うんだ。やったことあるでしょ、さすがに。ある。あー、よかったよかった。なんかタカさん火星とかで育ったのかと思いました。ああ知らなかった、名前知らなかっただけだ、よかった。これ10回クイズって言いますね。うん、そうで、この10回クイズをこの間やってる家族を見かけたんですよ。ほう。旅行してる時に電車だかバスだかの中で家族が盛り上がったんですね、10回クイズで。あ、微笑ましいね。うん、で多分ね姉妹だと思うんですけど、うん、中学生ぐらいかな、中学生ぐらいの多分一つか二つ差ぐらいの姉妹が10回クイズしてて、うん、掃除って10回言ってって言ったのかな。うんうん、姉が多分出題しててね。うん、でちょっと高さん掃除って10回言ってください。掃除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 。ドナルド・トランプはアメリカの大統領という、ね、元大統領。正解ですね。あの総理大臣と引っ掛けたいってやつなんですけど。ああなるほど。そうで、これあのちなみにあの出題されてた時期はトランプが大統領でした。ちょっとややこしいです。もうやべえ、元大統領引っかかっちまったと思って。今結果出題時期のズレのせいで結構難しい問題になっていました。二重の罠が、二重の罠が結果としてね、これ単に時期がずれただけで、去年僕はこの光景を目にしたんで普通にトランプが大統領だったんですけど、その時は。でこれであの妹ちゃんはですね、ちゃんと引っかかってくれるんですよ。いい子だね。いい子だね。いや別に空気読んで引っかかったわけじゃなくて、多分ガチで引っかかってるんですけど。ドナルド・トランプアメリカのって言われて、総理大臣って言うんですよ。うん、で姉の方がブブー大統領でしたって言ったんですね。うん、そしたら妹が、え一緒でしょって言ったんですよ。おお。で姉の方が、いやちょっと違うのよと。うん、まあ似たようなもんだけどちょっと違うのよって言ったんですよ。うん、で妹がどう違うのって聞いたんですね。いい質問だ。で姉が、呼び方って言ってでなんかうやむやに終わったんですよ、その問題。結局お父さんお母さんはそこで何も言わないんだね。なんかね、なんかコメントしてたかもしれないんですけど、説明はしてなかったですね、少なくとも。ここ教えどころな気がするけど、ね、そうで、なんかうやむやになって終わってしまったのを僕は見て、あ、うん、10回クイズって絶好の教育機会だって思ったんですよ。確かにこれちゃんと思いを馳せる絶好のタイミングじゃないですか。大統領と内閣総理大臣って何が違うのっていう。だってね、妹さんは素朴な疑問として出てきてるもんね。そう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 、これ自然に引き出すのめっちゃ難しいですからね。そう、好奇心からね生まれた疑問が今まさに投げかけられてるのに誰も答えられない。そう、でもこれよく考えると説明めっちゃ難しいなと思って。確かにこれ大人でも説明できないんじゃないですか、多分。だからこの文脈の中で大統領と総理大臣の違いをどこを説明するかっていうのも問われるよね。問われるけど、芯を食った説明を僕は1個しかないと思ってまして、うん、ねえねえ高弘兄ちゃん、どう違うの内閣総理大臣と大統領。そうだね、両方とも一国のリーダーなんだけど、うん、決め方が違うかな。なるほど、どう違うの。アメリカは国民一人一人が投票して決めるっていうやり方を取るんだけど、なるほど、日本はなんか国会議員っていう人を選んで、その人たちが総理大臣を決めるっていう仕組みを取ってんだよね。なるほど。結局でも国会議員を選ぶのは国民じゃないの。そうだよ。じゃあ一緒じゃない。まあでもね、直接選ぶのと間接的にこう選んだ国会議員の人が選ぶっていうプロセスが違うんで、
まあなんか選ばれる人材とかが、人材像が、まあ、ちょっと変わってくるかなみたいな。まあでもそうですね、大体僕も一緒かなと思いましたね、その時にどうしたらいいんだろうって考えた時は。まあ今のはね、どれ割と細かい説明を省いて、うん、ざっくりとこ、まあ、中学生だともうちょっと詳しいかな、小学生ぐらい説明するならこんな感じかなっていう。そうですね、うん、そう、なんか僕結局これあれ最大のチャンスだなと思って、三権分立なわけですよ、大統領と内閣総理大臣、何が本質的に一番違うかっていうと、うんうん、大統領制の方が三権分立が非常に明確なわけですね。そうだね、行政と立法が極めて明確に分かれていると、うん、で議員内閣制の方は割とこう癒着気味というかね、近いよね、近いところにあるということを、うん、多分示唆できれば正解なんだなと思って、うんうん、だからこれはね、あの10回クイズって舐めてますけど我々は、うん、これは教育の最大の機会であり、教育者としての資質を問われる一大局面だと思うんですよ。そうだね、だからね、ぜひあのお子さんをお持ちのリスナー結構いるらしいので、このラジオは、うん、皆さん10回クイズというものに手を抜かないで臨んでほしいなと思った次第です。あー確かに、だから10回クイズの中でもいい10回クイズがあるよね、教育上。うん、そうだね、膝と肘やってもさ、膝と肘何が違うのっては聞かれない。まあ聞かれないでしょうね。それはそれで面白い問いですけどね。めちゃむずいな、膝と肘何が違う。それでも、いや、それ問いの広げをめっちゃありますよ。いろんな説明が出ます。機能面からの説明、うん、だから生態学的説明をすることもできるし、うん、哲学の方向から説明することもできますよね。その物を瞬別するとはどういうことかっていう、そうだね、コウモリであるとはどのようなことかっていう有名な問いがありますけど、膝と肘の違いは何か、もうほぼ同じ問いですね、それと。まあ、問題はこの問いが出てこない、まあ、出てこないね。そうだね、子供に聞いてもそっか肘かって言って終わりますね。ただ聞いてて思ったけど、うん、親側から出題することが許されてるじゃん、うん、なんとかって10回行ってみてって、こう、そうですね、だからいいもの探してきてやればいいよね。そうだね、この大統領みたいなやつね。そうそう、うん、そう、だからなんていうんですかね、そのひょんなことから、小さな遊びのことから、やっぱ教育はつなげていかないと学びの機会の大きな損失になるんで、やっぱそこをね、手を抜かないでほしいなっていう。10回クイズの算数バージョン思いついた。お、出してください。3って10回言ってみて。3333333333、全部足すと30。わー、すごいね。あー、でもなんか別ゲーになってますね。掛け算っていう概念を教えるっていう。あ、いや、まあそう、教育効果はあるんですけど、これ10回クイズではないですよ。フォーマット無視しちゃった。1,2,3,4,5,6 って10までいってみてって言って、うん、全部足すっていう、うん、あの数列の和の式とか教えれる。教えられますね。そうですね。で、あの今いいわ、このその流れ、本来の10回クイズの流れでこれ出題すると、あの、うん、どさくさに紛れて答えちゃう子供もいるだろうし、でそれはそれで算数の勉強になるし、で利発な子供は、え、なんか構想違くない、今までとってなるじゃない。なんか10回クイズじゃないでしょそれって言い始めてしまって、論理学の勉強になるので、だからそうだ、ね、どっち転んでもいいんですよこれ。あ、天下一品理論。そう、どっち転んでも勉強になる10回クイズなんで、その算数バージョンもいいですね。出題ぜひしてほしいです。はい、ということで、じゃあ本日は終わりにしましょうかね。そうだね。ということで、引き続きお便りとかね、どしどしお待ちしております。なんかね、最近こう、去年の5月にお便りくれた人が恋人との
続きを教えてくれるみたいなパターン結構増えてきたんで、なんかこのラジオにも歴史が積み重なってる感じがいいね。なんかやっぱあらゆることって歴史によって醸成されていくんだなっていうのをすごく思いますね。うん、感じる。これ多分あれですよ、10年後とかになったら下手するとなんか高校生の頃から聞いてたんですけど今もう結婚して2児の子ができましたみたいなお便り来るかもしれないですとかね、お父さんが聞いてて聞き始めましたみたいなね、 あるかも。だって子供寝かしつけるときに毎回聞いてますっていう人いましたからね。そうそう、だからそれで実はなんか5歳ぐらいの時から聞いてたみたいですみたいな、そうそうそう、エリート教育されて気づいたら昔から聞いてましたっていう子供が生まれる可能性、インテリ理屈チルドレンが生まれる可能性があるわけです。なんか理屈っぽいチルドレンなんだろうな。いや、めっちゃいい。インテリ理屈チルドレンから連絡来たら僕もうジャブジャブご飯とかおごっちゃうんで、もう楽しみな未来です。そうだね、うん、というそういう未来のインテリ理屈チルドレンとかもお待ちしていますんで、あのぜひこのラジオの歴史に名を刻む皆さんからのお便りをお待ちしております。そうだね、ここいらで一回投げとくと3年後5年後にお便り出した時の深みが出るんでおすすめです。そうですね、伏線を引いといていただいてね。うん、ということで今週も終わりにしようと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。